土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、崖崩れや土石流、地滑りなどの土砂災害の発生する恐れがある区域を指定し、警戒避難体制の整備や開発行為の制限など土砂災害の防止のための対策の推進を図るための日本の法律である。通称、土砂災害防止法。特に定めない限り、本校において単に、 法大上と記したものは、本法律の各条文を指すものとする。日本における土砂災害対策を定めた法律は、休憩者地の崩壊による災害の防止に関する法律、砂防法、地滑り等防止法などがあるが、これらはいずれも行政により土砂災害防止施設を設置する際の根拠法として定められたものである。これに対し、本法律は、 人家に影響を及ぼす恐れのある土砂災害の発生する可能性のある区域を土砂災害防止施設の有無に関わらず全て明らかにすることを目的としている。所管官庁である国土交通省では施設の整備を前提とするハード対策に対して本法律に基づく情報伝達の整備や広報活動などの施策をまとめてソフト対策と呼んでいる。 本法律に基づき、人家に影響を及ぼす、恐れのある区域を現地調査し、行政は土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を指定する。イエローゾーンでは、行政が当該区域における警戒避難体制の整備を図る、ことを義務付けられている。レッドゾーンでは、イエローゾーン同様の警戒避難体制の整備を、 行うとともに、都市計画法に基づく特定開発行為に許可を要することや、建築基準法に基づく建築確認の際に、建物構造上で、建築基準法第20条に基づく土砂災害対策が施されているかどうかの確認を行うなどの制限事項を定めている。土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定は、都道府県が行う。 指定のために行われる地形、地質、降水、土地利用などの状況調査を基礎調査という。都道府県は国土交通省が定める土砂災害防止対策基本指針に基づき、おおむね5年ごとに基礎調査を行う。この基礎調査をもとに警戒区域の選定が行われる。なお、基礎調査の結果は終了後、関係市町村に対して期待なく通知されることとなっている。 指定を行おうとする際、都道府県はあらかじめ、関係市町村長の意見を聞かなければならない。住民の同意を要するという規定はないが、実情として住民への説明を行う、自治体が多く、住民の理解を得るまでに時間を要することが少なく、ないという問題がある。基礎調査の終了から指定までには、約半年から1年程度かかるとされているが、1年を超える例も少なくない。 このように、基礎調査が終了しても指定に至らず、調査結果が長い期間公表されない場合がある。これを受けて2014年の改正では、基礎調査終了の段階で住民に対しても公表することが義務付けられた。都道府県が指定を行うと、その旨は都道府県広報に掲載され、関係市町村には工事図書が送付される。指定の例、一定条件の想定に基づき、 警戒区域及び特別警戒区域が指定される。この図は2014年時点のもので、同年の土砂災害後の見直しで大幅に変更されている。法施行令第2条及び同第3条に規定されている。類議後に土砂災害危険箇所、産地災害危険地区がある。土砂災害危険箇所は、砂防施設の設置などのハード対策を主目的に、国土交通省の指示により、 都道府県が調査公表するもので、土砂災害防止法の制定以前から行われており、開発規制等はない。ただし、土砂災害危険箇所が土砂災害警戒区域に重複して指定されることは、あり、この場合は土砂災害防止法による規制がある。土石流危険警流、地滑り危険箇所、休憩者地崩壊危険箇所の3種類がある。山地災害危険地区は、 地産事業などのハード対策を主目的に農林水産省の指示により都道府県が調査公表するものでこちらも土砂災害防止法の制定以前から行われており開発規制等はない崩壊土砂流出危険地区地滑り危険地区山腹崩壊危険地区の3種類があるまた地滑り防止区域は地滑り等防止法に基づいて指定される地滑りを起こす可能性のある 一定規模以上の斜面で、掘削造成などに制限がある。休憩者地崩壊危険区域は、休憩者地の崩壊による災害の防止に関する、法律に基づいて指定される崖崩れを起こす、可能性のある、一定規模以上の斜面で、こちらも掘削造成などに制限がある。2020年12月末時点では、警戒区域が64万810箇所。 うち特別警戒区域が517,243箇所となった。都道府県別に見ると警戒区域が多い順に、広島県、島根県、長崎県、長野県、山口県、大分県、鹿児島県、島県和歌山県、兵庫県の9県で2万箇所を超えている一方、最も少ない沖縄県は1,183箇所である。また、 警戒区域に占める特別警戒区域の割合は都道府県により開きがあり9割を超える県もあれば3割未満の県もある。なお、基礎調査が隅み指定に向けて調整中のところが2020年12月末時点で約3.5カ所ある。初めて指定が行われた平成14年度末にあたる2003年3月時点で警戒区域13カ所。 翌2004年3月末時点で、それぞれ100カ所町に止まっていたが、2005年3月末時点では、警戒区域3580カ所、2007年3月末時点では、警戒区域43722カ所と、急増した。2007年3月末以降、2020年までは毎年度約4万カ所ずつの、ペースで増加してきている。なお、 全体に占める特別警戒区域の割合は2005年3月末から半数を下回っていたものの増加に転じ2013年3月末に再び半数を上回り2020年12月末には8割を超えた市町村は地域防災計画において警戒区域ごとに情報伝達や救助などの体制を定める高齢者、障害者 入用時などの防災上の配慮を要する者が主に利用する施設がある場合には利用者の円滑な警戒避難が行われる養情報の伝達方法を定める。ただし避難方法の検討がほとんど行われない問題があったため2014年の改正では警戒区域ごとに避難場所と避難経路を検討すべきとされ特に災害時用を援護者の利用する施設では 各施設ごとに避難場所と避難経路を検討すべき、旨が規定された。また、警戒区域を有する市町村長は、各世帯に対して、住居や生活利用する施設のある土地における、土砂災害の危険性、避難経路や避難場所などを住民に周知するため、図面上に警戒区域の範囲と、土砂災害の原因となる現象の種類、また警戒避難に必要な情報を記載した。 印刷物の配布その他必要な措置を取らなければならない。宅地建物取引業者は警戒区域内の宅地、または建物の売買等にあたり、重要事項説明においてその宅地、または建物が警戒区域内にあることを説明することが義務付けられている。土砂災害警戒区域における措置に加えて下記の措置が取られる。特別警戒区域内において住宅及び 災害時要援護者が利用する社会福祉施設、または学校あるいは医療施設を建設するための開発行為を行う者は工事計画において土砂災害防止のための対策が政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて申請を行い都道府県知事の許可を得なければならない。許可後に申請事項の変更を行う場合も都道府県知事の許可を得なければならない。 また、許可を得ていった工事が完了したときは、都道府県知事に届け出を行い、検査を受けて、検査済み証の交付を受けなければならない。特定開発行為の許可及び変更許可を得ずに、特定開発行為を行ったり、技術的基準に適合しない工事を行った場合、都道府県知事は許可の取り消しや、許可条件の変更、工事の停止命令などの措置を取ることができる。 またこれらの違反を防止するため、都道府県知事の委任者が立ち入り検査を行うことが認められている。特別警戒区域内において、居室を有する建築物の新築、増改築移転、大規模修繕や用途変更などを行う場合、建築確認が必要となる。建築基準の中では、建築基準法施行令第80条の3に補足として定められ、 法施行令第4条を通じ平成13年国土交通省国示第332号土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令等を定める国示において土石の移動等により建築物や地盤面に採用する力の大きさの計算式が具体的に定められている都道府県知事は特別警戒区域内の居出を有する 建築物において土砂災害による被害の恐れが大きい場合、建築物の所有者、管理者、または占有者に対して移転などの措置を勧告できる。なお、この勧告に基づく移転や土地取得、代替家屋建設に対しては、住宅金融支援機構により、地滑り等関連住宅融資を受けることができる。また、構造基準に適合していない住宅を移転する場合、 費用の一部を自治体への交付金の形で補助する制度もある。ただし、法第25条に基づく都道府県による移転勧告の実績は1件もなく、移転にあたっての方針等も示されていない段階にある。本法律施行後の移転実績としては、社会資本整備総合交付金による女性制度、崖地近接等危険住宅移転事業が61件。 行われたに止まっている。宅地建物取引業者は、特別警戒区域内において、特定開発行為を通して宅地、または建物の売買等を行おうとする場合、都道府県知事の許可を受けた後でなければ、広告や売買契約の締結を行うことができない。また、重要事項説明において、特定開発行為の許可を受けている旨を説明する、ことが義務付けられている。 火山噴火による火山冷流、天然ダム、地滑りなどの大規模な土砂災害の恐れが切迫していると認められるとき、その種類や規模に応じて都道府県知事、または国土交通大臣が緊急調査を行うことが定められている。具体的には、の3種が対象。調査により危険が認められる場合やその状況が、 変化した場合、都道府県知事や市町村長に通知するとともに、一般市民に周知しなければならないとされている。土砂災害警戒情報は、これまでの降雨の経過と、おおむね2時間後までの予想雨量から、地域ごとの危険度を考慮の上、大雨警報発表中に、土砂災害の危険性が高まった場合、気象台と都道府県が共同で発表している情報、 国土交通省のガイドラインでは土砂災害警戒情報が発表されれば土砂災害警戒区域等の住民は避難行動を取るべきとしている。これは2014年の改正後土砂災害警戒情報を本法律の下で避難勧告等の判断に資する情報として位置づけ市町村長及び住民に周知することを義務付けたことによるガイドラインで市町村は複数の手段で 土砂災害警戒情報や避難情報等を住民に周知するべきとされる。また自動的な手段は情報量が限られるため、住民自ら収集できる形式のより詳細な情報提供を併用すべきとされている。前者の手段は、テレビラジオ放送、市町村防災行政無線、市町村や消防団の広報者、消防団や警察、自主防災組織、 地域の住民らによる直接の声掛けなど。後者の手段は電話やファックス、防災行政無線の個別受信機、通信各社による携帯電話の緊急速報メールエリアメール、市町村による登録制メール、ツイッターなどの SNS など。本法律制定前より土砂災害を受ける恐れがある地域で建築制限等を伴う危険区域の指定を行う。 制度として建築基準法第39条に基づく災害危険区域の制度が存在していた。しかし、所有権の制限につながること、また土砂災害の素因となる地形や地質は地域により異なり、これを考慮した建築制限等を全国一致律の法律に定めることは難しいことなどから必要最小限の規制に抑えられていた。災害危険区域の指定基準や 建築制限の内容は各自治体が任意で条例により定めることとなっている。また、休憩者地方の制定後、休憩者地方壊危険区域に指定されれば連動して災害危険区域に指定されることとなったが、休憩者地方壊危険区域は土砂災害を引き起こす恐れがある。斜面側での崩壊防止工事を目的としたもので、土砂災害を受ける宅地側の指定が考慮されていない。 問題があった。また、砂防法や地滑り逃亡止法に至っては指定の連動さえしておらず、地滑りや土石流の危険区域ではほとんど指定が行われない状況があった。こうした中、1999年6月の豪雨により、広島県内の広島市西区浅南区、呉市を中心とした地域で、 土砂災害が多発し30名以上が死亡、行方不明となった。この地域は山に囲まれ平地が少なく、人口増加により、宅地が必要となっても、土地事情の問題などから、山裾から山麓の斜面に向かって開発を進めざるを得なかった背景から、住宅のすぐ裏に崖や斜面が存在する場所が少なくなかった。この災害では、こうした山沿いの新興住宅地において、 規模は大きくないながらも多数の土石流が同時多発的に発生し被害が拡大した。山毒に宅地開発が進められている地域は日本国内に少なくないことからこの災害を契機として法整備が検討され翌2000年5月日本法律が成立する。しかし制定から10年が経過した2011年時点で基礎調査が完了したのは1件のみ。 2014年の時点では13県に止まり、多くの都道府県で調査に20年ほど要する見込みとなっている。2011年に国土交通省が各都道府県に行った聞き取りでは、調査が進まない主な理由として、住民への説明に時間を要すること、予算確保が難しいこと、調査の外部委託に伴う調整に時間を要することなどが挙げられた。法律上、 指定の際には関係市町村長の意見を聞くこととされているが住民の同意を要するとは規定されていない。しかし実際には説明会を開くなどして住民への説明を行う自治体が多く反対する住民の理解を得るまでに時間を要することが少なくない事情があった。反対理由として指定により不動産価値や地価が低下することへの懸念が挙げられる。 ことがしばしばある。このように調査から指定まで時間を要する事例がある。ことから、基礎調査が終了しているものの指定に至っていない。箇所が2011年12月末時点で、警戒区域は6万9000箇所、特別警戒区域は7万2000箇所に及んでいた。本法律成立から14年後の2014年8月、制定の契機となった災害が発生した。 同じ広島県内の広島市浅南区、浅北区を中心とした地域で土砂災害が多発し、70名以上が死亡する。この土砂災害では、被災地域の多くが警戒区域に指定されておらず、大きな被害を受けた浅南区の八木地区や緑井地区では基礎調査を終えて住民説明会を控えていた時に災害が発生する事態となり、 本法律の課題が浮き彫りとなった。これを契機として、同年11月に本法律が改正され、基礎調査後早期の段階で公表を行うことなどが定められた。また、気象庁と都道府県が共同で発表している土砂、災害警戒情報を市町村長及び住民に周知することを義務付け、市町村防災会議において、警戒区域ごとに避難経路と避難場所、 土砂災害警戒情報の伝達方法を定めることとした。ありがとうございます。